祭り企業祭、スピナ物産展会場企業祭とは、福岡県北九州市八幡東区で行われる祭り、毎年11月3日付近の3日間で開催される、正式名称は、祭り企業祭八幡である。もともとは、官営や多製鉄所の創業を記念した祭りで、1901年11月に、作業開始式が行われたのが始まりである。 当初は製鉄所主催の企業の祭りで、創業を開始した11月18日を中心に、その前後を合わせて3日間行われていた。当時の11月は寒く、たびたびみぞれやあられが降ったという。1985年からは、祭り企業祭やわた実行委員会が主催する市民の祭りとなり、開催日時も現在の11月3日前後に移動して、 祭り企業祭八幡として開催されている。北九州市の秋の冬物市として定着しており、毎年60万人以上の人出がある。会場は、八幡製鉄所の企業城下町として発展してきた、八幡東区中央町、製鉄関連の福利厚生施設が立ち並ぶ大谷、そして八幡製鉄所発祥の地である東だと、広範囲に及び、八幡製鉄所工場の一般公開も行われる。 開会式大谷地区に設置されるメインステージで行われるステージショーメインステージふれあいステージにて開催される歌手、お笑い芸人、アイドルなどによるショーのほか学校や一般の団体による歌や演舞のパフォーマンスが行われる司会は例年 RKB 毎日放送のアナウンサーや RKB ラジオのパーソナリティが務めるメインステージは 大谷会館の駐車場に設営され、触れ合いステージは大谷広場に設営される。隣接する大谷会館は、演者の控室として使われるほか、企業祭にちなんだ小学生絵画展などの展示が行われる。大谷体育館は、女性用のトイレ会場として開放される。企業祭を踊り、みんなで踊れる。企業祭をコンセプトに企画されたイベント、パフォーマンス部門。 コンテスト部門の4部門があり、パフォーマンス部門は自由曲、コンテスト部門は課題曲、ムーンライズ、ガツの祭りによって審査が行われる。ムーンライズはアップテンポな楽曲で、ガツの祭りは単行説をアレンジしたものである。ミス企業祭や旗東区内の各自治会から1人ずつ、ミス企業祭が選出され、企業祭の中で千秋らしきが行われる。 カラオケ大会事前に、区内各地で予選を行い、企業祭、メインステージで、決勝戦が行われる。ファミリーゾーンかつて、四季秀部屋が設置していた、四季秀部屋研修センター跡地に設営された。もともとこのセンターは、八代親方四季秀が、八幡市出身である園で、講演会によって設置されたもので、親方の引退に伴い現在の形となった。 遊具や動物と触れ合えるコーナーが設置されている。食のゾーン地元の企業による食のコーナー。スピナ物産店やキッチンカーフェスティバル、八万でご当地グルメワールドなどが行われる。スピナ物産店はスピナによって行われる物産店で大谷会館向かいの大谷駐車場に大きなテントが設営され、中には九州を中心とした全国の名産品の店が立ち並ぶ。 フレあイステージ付近で行われる、八幡でご当地グルメワールドでは、八幡餃子、チャンラー、焼きカレーといった地元グルメの屋台や、グルメカーが立ち並ぶ。周辺には、地元の店がブースを設ける。露天ゾーン期間中、山手通りをはじめとするエリア内の道路は、歩行者天国となり、中央区商店街も含め、数百軒の縁日で埋め尽くされるほか、 地元の飲食店も外に出店を出して一体は、賑わう。東二25時間ウルトラ駅伝や幡東区役所が主催する駅伝大会。学校、企業、市民グループなどからなるチームが参加し、スペースワールド駅前のや幡東電、大通公園を周回する約890メートルのコースを25時間で何周できるかを競う。スポーツゴミ拾いゴミ拾いを、スポーツとして、 楽しく行おうというもので、全国で行われている、スポーツゴミ拾いの8万版である。ポイントは、制限時間内に集めたゴミの量と質で決定される。中央区商店街での催しアーケード内では、物産展が開かれるほか、八万餃子の普及のためのイベント、餃子ワールドが開かれる。また、レインボープラザでは、展示会が催される。工場見学改正鉄所の工場の一部が、 一般公開される。かつては枝三つにあった八幡製鉄、所本事務所も公開されていた。光と音の共演を野球場で行われる、クライマックス、閉会式イベントと、花火の打ち上げが行われる、JR 八幡駅、スペースワールド駅がもより、企業再期間中は、八幡駅北口、スペースワールド駅と中央町とを結ぶ無料、シャトルバスが運行される。 バス西鉄バス北九州、中央二丁目バス停がもより、中央三丁目バス停も近い。開催区域内にある大谷九条バス停は、付近が歩行者天国となるため利用できない。東バス停を通る40番のバスは、企業再期間中は、旧電車通りを通って、迂回運行を行う。中央二丁目に停車するバスは高速バス伊東図、ゴー特海一1、2二 42, 43, 54, 56, 91が、中央3丁目には 23, 40, 42, 56, 91が停車する。ありがとうございます。